はい、それではですね、20分になりますので、まず会場の説明とですね、今日会場を貸していただいている令和シシ、あのシステムアニメントさんからやっていただきたいと思います。はじめに会場の諸注意を、させていただきます。令和システムマネージメントという会社なんですけど、ここ、東京にある、秋葉原にあるのは、支社になっていて、本社は福井にいます。で、沖縄にも支社があって、私もそうなんですけど、リモートワークしているメンバーも何人もいます。で、令和システムマネジメントでも、WebRTC を使った、サービスをしていて、リンクアップというのを、やっています。リンクアップ、何かっていうと、ざっくり言うと、ホワイトボード付きのビデオチャットで、リモートワークをしやすくするっていうのをコンセプトに、作っています。リンクアップの技術要素としては、フロントエンドは、カードフォントを使って、ホワイトボード部分にファブリック JS とか、そういったものを使っています。あと、スカイウェイを使わせていただいています。で、あとバックエンドは、ECS、ファーゲットを使ったり、レールズを使ったりしています。で、もしよければ、linkup.world から、チームを作って試してみてください。会場説明とると、システムマネジメントの説明でした。ありがとうございます。はい、本日は WebRTC ミートアップ東京の、20回目と、WebRTC ミートアップ大阪の3回目、はい、ご来場いただきありがとうございますと。で、今日は東京会場と大阪会場、東京会場は和システムマネジメントさんのオフィスで、大阪会場は、グランフロントの、桜井達さんのオフィスをつないでやってます、やりたいと思います。で、東京会場側はこの向かって右手のディスプレイの方に、じゃあ API で今回は1対1でつないでますけど、大阪の映像が出てます。はい、それでは、スライドの方をですね、イントロダクションさせていただきます。で、今日初めて参加される方もいるかもしれないので、この勉強会の、趣旨を簡単にご説明しますと。で、 WebRTC ミートアップ東京、大阪、あと福岡、3つの都市ですね、開催してます。で、この WebRTC ミートアップは、WebRTC に興味がある全ての人向けの勉強会ということで、触ってみた的なネタから、ビジネスでの活用事例までですね、コミュニティ、法人、営利、非営利問わず、いろんなセッションを扱います。で、WebRTC 技術の普及とか活用サービスの普及につながるようなものであれば、原則何でも OK という、割と緩いルールで勉強会をやっています。久井さんの思いなんですけど、日本でもっと WebRTC を流行らせたいと、っていうところと、日本でですね、WebRTC のノウハウを共有する場を作りたいというところでやってます。WebRTC 出た当初とかは、日本語の情報ってあまりなかったので、この勉強会始めて、あと Twitter で日本語の情報を流すっていうところで、日本語の情報を増やしていきたいと思うのでやっております。で、開催実績なんですけど、WebRTC ミートアップ東京に関しては2014年の4月22日に第1回目を開催して、今回で一応20回目という形になります。で、その間にですね、 WebRTC ミートアップジャパンというものを1回やってます。これは2015年11月8日で、ちょうどですね、その時に W3C の TPAC っていう総会が札幌であってですね、あと ITF94 が大阪で、横浜であったので、結構 WebRTC の著名な方々が来日するっていうところなので、そういった方を招待してミートアップをやりました。それからですね、何年か経って、2017年の8月25日に WebRTC ミートアップ大阪というものを、今向こうにいる、水島さんとか、スタッフの方と一緒に、始めて、今回の、共同開催で大阪3回目になります。
でですね、去年の4月に、まあ、1回しかまだやってないんですけど、福岡でも実際やらせていただきました。で、次、情報発信の話なんですけど、先ほど東京会場少しお話をしましたが、WebRTCJP というハッシュタグで、まあ、日本語に関する WebRTC の情報をいろいろ流してます。なので、このイベントの、まあ、勉強会の様子とかも、この WebRTCJP というハッシュタグをつけて、ぜひつぶやいてください。であと、一応下は WebRTC というハッシュタグで、まあ、これは本家というかグローバルで使われているハッシュタグなので、まあ、いろんな情報が流れてくると思います。はい、WebRTC の日本のコミュニティを少しご紹介するとですね、まあ、WebRTCJP スラック、まあ、ご存知の方は多いかもしれないんですけど、というスラックがあります。で、こちら、すみません、この資料は後から URL 共有させていただきますね。一応スラック、ウェブからですね、登録することができます。一応日本の WebRTC エンジニアが集うスラックです。まあ、正直そんなにアクティブにこう、なんだろう、会話がやられてるってわけではないんですけど、まあ、質問とかを投げると誰かが答えてくれるような形のスラックになってます。まあ、ギブテクで皆さんやりましょうって感じですね。であとですね、WebRTCJP on Discord ってことで、ボランタスさんって方が、WebRTC の、日本語のオンライン専用コミュニティって形で、最近立ち上げたのもあります。これもこのギストからですね、登録して見ることができます。あと、ここでの発言はすべてギスト上にログとして公開されるようです。まあ、こういったコミュニティもあるので、ここで WebRTC の質問とか、まあ、情報収集するのも良いかなと思います。で最後はですね、学ぶってところで、今回のこの WebRTC ミートアップ含めてですね、YouTube で初回からずっと、ライブ配信して、アーカイブして公開してます。公開禁止のセッションとかは一部抜けてるものとかありますけど、なので、こちらはですね、YouTube の WebRTC ミートアップチャンネルに行ってもらえれば、過去のアーカイブが見れるので、そこで勉強することもできます。ぜひ活用してみてください。でちょっと主催者の紹介をさせていただきます。で、東京側メインでやってるのが私、中と言いますと。で、あと、今日、ガネコさんですね。東京、大阪の方はちょっと見えないかもしれないですけど、ガネコさん。で、ちょっと最近はあまりちょっと一緒できてないですけど、岩瀬さんという方が一人いて、今日後ろでですね、配信系とか映像周りをやってくれている水間さんと。東京は、この4名だったんですけど、実は前回から新しいメンバーも、加わっていただいて、高岡じゃなかったですよね。高岡です。あってますよ。はい、失礼しました。片岡さんですね。はい。って形になってます。自分で書いておいて何やねんって感じですね。失礼しました。はい。で、大阪の方はですね、今日、大阪会場の方にいらっしゃると思うんですけど、タミニフさんと、水島さん。こちらも水島さんですね。はい。お二人がメインでやっていただいてます。で、はい。まあ、福岡は今日、関係ないにいないんですけど、メテオさんという方と一緒に、前回やらせていただきました。会場提供、東京側は和紙システムマネジメントさんです。今日はありがとうございます。はい、ですね。で最後に、皆さんに質問があります。これ毎回聞いてます。で、まず皆さんの属性というか、今日エンジニアの方ってどのくらいいらっしゃいますか。ちょっと大阪の方もどのくらいいらっしゃいますかね。はい、ありがとうございます。まあ、大半がエンジニアの方ですね。じゃあそれ以外の方って具体的に何やられてるんですかとは特に聞かないですけど、はい、ありがとうございます。この勉強会ですね、一応ターゲットは別にエンジニアに絞ってないんですけど、まあエンジニアの方が多い感じになってます。で、じゃあ今回初めて参加された方どのくらいいらっしゃいますか。お、ありがとうございます。はい、安定の一元さんばっかり。この勉強会ですね、毎回
初参加の方で、が大半です。じゃ あ, 5回以上参加している超ヘビーユーザーの方どのくらいでしょうか。もうほぼスタッフっていう感じですね。まあ、大阪はあの3回目ですけど、大阪3回参加された方っています。あ、いた、ありがとうございます。コンプリート皆勤賞ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後の質問なんですけど、WebRTC でサービスとかデモのプログラムとかを開発したことがある方はどのくらいでしょうか。東京は結構半数ぐらいですかね。大阪も割といらっしゃいますね。ありがとうございます。あの最初の頃はですね、結構あの触ったことない方が多かったんですけど、ここ最近は結構触ったことのある方が増えてきたので、まあ、認知も上がってきたかなって感じがします。はい、ということで私の最初のイントロダクションはこれで終わりにしたいと思います。一応あの最後クロージングの時に少しちょっと20回分の勉強からちょっと振り返ってみたいなというところもあるんですけど、これからですねセッションに入っていきます。それでは、最初の、セッションのを始めていきたいと思います。はい、じゃあ喋ります。タイトル通りなんですけど、ノード.js でタイプスクリプトでスタンサーバーをスタンクライアントを実装した話です。まず最初に自己紹介なんですけど、下書き切れるからちょっとさっきお話ししていただいてた中さんと一緒で NTT コミュニケーションズで SkyWay の中の人を今やってますと。で、前に1回このミートアップで喋ったことあるので2回目です。で、一応 Twitter とかはこういうアイコンでこうブログも書いたりしてるのでよかったらと思って。で、今日話すことなんですけど、タイトルにもあったスタンって何ですかっていう話と、その実装をしたのでその実装についてと、まあまあ、Node.js とか TypeScript でそういうことをやってみての話です。一応このやったのは結構前で、僕もその時書いてて、半分ぐらいはこの中に書いてあるので、まあよかったらって言ってくださいと。で、この話をする前にまずなんですけど、WebRTC を使ったことがあるっていう人はさっきいっぱいいたのは分かってたんで、OK なんですけど、その次にこの STAN っていう単語を初めて聞いたのは何でもいいんですけど、これ使ったことあるっていう人っています。結構手が上がるってことは結構使ってますね。じゃあこの3番目の完全に理解してますっていう人います。1人いるんですね。じゃあその方はちょっと申し訳ないんですけど、全部知ってる内容だと思います。で、あの MRTC 使って何かしらしたことある人は、あの知らないうちにスタン使ってます。なので、あ、そういうものがあるんだなっていうことも今日は分かるはずですね。で、そもそもスタンって何ですかって話を先にするんですけれど、SAN っていうのはプロトコルです。で、ナットを超えて通信するための仕組みツールで、 RFC も出てて、まあ、すごい長ったらしい文章でいろいろ説明がされてると。で、ナットを超えるためのものっていうプロトコルは、一応前にも同じような名前で SAN っていうのがあって、上はセッショントラバーサルユーティリティーズフォーナットっていう名前なんですけど、この下はシンプルトラバーサルユーザーズラインなんちゃらかんちゃらって、まあ、あったんですけど、いろいろやってるうちにこれも足りねえ、あれも足りねえってなって、新しく仕様がもう一回できたってやつ。で、こっちの新しい方の話を今日はします。で、ナットを超えるっていうけど、ナットってなんやねんって話なんですけど、こうインターネットを介して、向こうの人の情報を知るとか、自分をなんかいい感じに変換するとか、まあ、IP アドレスをいい感じにローカルから、つないでもグローバルを通して、うんぬんかんぬんみたいな、なんかそういう難しいやつなんですけど、まあ、詳しく知りたい人は、ここにあるのを見てください。で、まあ、この時点でもう何を言ってるんだって感じだと思うんですけど、一応、こっから先は分かりやすく説明しようとしているので、頑張ります。で、まず WebRTC をつなげるところまでも簡単に砕いた説明なんですけど、まず一番最初に、まあ、例えばこのパソコンから大阪にあるパソコンにつなごうみたいな場合って、まず自分のネットワークの情報を教える必要があると、向こう側に。で、相手のネットワークの情報も知る必要があって、この互いに交換してやっとつながるので、この自分の情報を知るっていうのが重要で、で、自分の情報を知りたいんですけど、なんか IP とポートが分からないとダメで、で、ローカルの IP とポートって、例えばこう Mac とかでも、こう上の、こういうところに出るんですけど、これはいわゆるこのローカルの IP アドレスなので、これを向こうの人に伝えても、向こうのローカルのこの番号の人のところに行っちゃうだけで、ここには来てくれないです。
でそれはまあインターネットは大体そのナットを介してアクセスするもんだからみたいな話があるんですけど、なのでその外側から見たネットワーク、外側のネットワークから見てこのパソコンがどう見えてるかっていうことを知らないと伝えられなくて、でそれを知らせられないとそもそも繋がらないんです。で同じネットワークにいる中で、例えば本席のパソコンから例えばその中の同じ Wi-Fi に繋がってたりとかするとローカルのアドレスも多分繋がるんですけど、基本的にはこの外部のネットワークのアドレスっていうのが大事で、これを知らないと何もできない。で分かんないのは聞くしかないので、こうすごい雑な図なんですけど、自分のこのパソコンがあって、そいつがこう IP とポートを教えてくれと。でこのグローバルにこのスタンサーバーはもう普通にインターネットに公開されてるやつなので、まあ、教えてくれって言ったら俺からはお前はこう見えているってことを教えてくれる。でこれが分かったら、これを通信したい相手にいわゆるシグナリングってことをして教えてあげればいいと。で向こう側からも同じように教えてもらえればいいと。でこのサーバーに教えてよって言ってるやつに使ってるのがスタンのプロトコルっていうもので、スタンメッセージっていうので IP とポートを教えてくださいよっていうのをリクエストすると、まあ、それはこうでしたよっていうレスポンスを教えてくれるっていうツールがあります。で、教えてもらったその IP とポートをこう今度は大阪の例えばパソコンに対して、教えてもらったこれ本当に使えますよとか、あそれ使っていいですよっていうやり取りとか、じゃあこれやりますねみたいないろんなことを、まあ、裏側でスタンを使ってやって、これができたらやっとあのメディアだったりデータだったりが作れるようになる。でこの一連の長ったらしい手順はまたこう RFC が別にあって ICE っていうものになってて、 ICE ってなんやねんって感じだと思うんですけど、まあ、ここでは ICE っていうプロトコルとか手順の中でさっきのスタンっていうプロトコルが道具として使われているぐらいの理解で OK です。でこれを詳しく知りたい、把握したい、完全に理解したい場合はここに便利なリンクがあるので、ま、これを見てください。で他でもいろいろ使われる便利な道具なんですけど、まあ、すごいいろいろ拡張されまくってて、このスタンのメッセージとか種類とかってなって40種類ぐらいも拡張されてて、まあ、追うのは結構大変なんですけど、まあ、今日の発表タイトルの一部をやりましたっていうのは、さっきの図で説明した自分の IP を教えてよこうですねっていうところの範囲だけを一部って言って進めます。でそれを実際に見てみようと思うんですけど、ここにペタッと書いた WebRTC をする JavaScript のコードがあって、これをガッとコピーしていく。ここにおもむろに貼ると、まあ、このように出るんですよね。で、ここにコメントをちょっと書いたんですけど、この OnIceCandyDate って言ってる、CandyDate って言ってるのが、そのあんたの IP これですよとか、ローカルのアドレスこれですよとか、その通信に使える候補ってやつらで、ここに出てるログですね。で上に出てるこれが、いわゆるさっき見てたローカルのアドレス。で、下に出てたのが、Google のスタンサーバーが教えてくれた、グローバル、外側から見たあんたの情報です。で、ここの指定が、あのサーバーが使いますっていうやつです。なんでこれをつけないと、もちろんこの情報は取れなくて、ローカルのことしかないので繋がらなくて辛いみたいな話になります。でこれはおまけなんですけど、まあ、WebRTC って今仕様がちょっとなんかすごい難しい話なんですけど、新しい仕様みたいなのが出そうになってて、そこで使われているそのさっきのアイスのやり取りだけを抽象化したグラフを使って書くとこんな風なコードになりますというおまけです。これはもうおまけです。で、今回それを実装しましたよっていう話なので、それを使うとどうなるかっていうのを一応ちょっとここにでもするんですけど、見えてるかな？ここでってすると、ここにこう出てるのがそれで、12212323っていうのは、さっき消えちゃったんですけど、このクロームでやったのと同じ数字なので同じことができてるんだと。でこれを実装する話に入るんですけど、最初に言ったんですけど、スタンの実装っていうのはそのメッセージをどういうふうにやり取りするかっていうことにつきますと。でフォーマットが決まっててそれを送るだけなので、実装するって何かっていうと、このメッセージをいい感じに作っていい感じに送られてきたやつを抽象化してみたいなことをすることを指しますと。でまずはさっき送ってたリクエストを見ていくんですけど、
まあ、バケットってこんな風になってるんですけど、こんなもん見てても分かるわけないんですけど、見てて分かるわけないんですけど、これをちょっと読みやすくすると、まあ、こんな風になります。まあ、でもこれも結局16進数とかなんで、まあ、分かんないなって感じですね。でこの一番下に書いてるのが一番分かりやすい形なんですけど、まあ、これもプログラムの中で出てくるのは実際にこういう数字なんで、実装をやってると、まあ、なんかこの数字の意味がどんどん分かってきたりするんですけど、それを今日はみんな分かるようにします。で、一応メッセージのフォーマットが決まってますっていう話なんですけど、20バイト固定になってヘッダーと、あとはアトリビュートっていう属性が後ろに2でつきますと。で、この5389って RFC では11種類くっついて、まあ、それをつけたかったらつけるって感じですね。なので、このフォーマットを知って、さっきの数字をはめればもう分かるんです。で、まずヘッダーからいくんですけど、ヘッダーは20バイトでこういう風な風になってますと。で、先頭16ビットなんで、ここからここまでがメッセージタイプでとか、まあそういう感じですね。で、この表を今、こう、爪でこう見てもらって、さっきのやつをこう当てはめると、こうなんか、ちょっとわかる気がしてくるじゃないですか。あ、なるほどね。で、このままだと、さすがに読めないんで、さっきの16進数のやつに当てはめると、こう、なんかちょっと読めそうな気してきますよね。で、最初のやつの表をくっつけると、まあ、この一番左のここの箱が、まあ、メッセージのタイプで、ここはレングスで、なんちゃらかんちゃらでも見ていくと、メッセージタイプって一応4種類あって、これはバインディングリクエストというものですと。で、メッセージの長さは0なので、後ろにアトリビュートがついてなくて、ヘッダーだけと。で、ここの2つはまあ固定みたいなフィールなんで、あんまり深く追わないんですけど、リクエストを送ってたって言ってたのは、アトリビュートなしで、バインディングリクエストを送ってたということです。で、この流れでこうレスポンスを見ていくと、もうなんかこれも分かったようなもんですよねと。で、最初がさっきと違って、ちょっと違うんですけど、この0101っていう。長さがちょっと中についてる、何かついてると分かる。でこれは、マジックキーのページなので同じ値が入ってる。でトランザクションは、まあ、トランザクションなんでリクエストとレスポンスで一緒なのでさっきと同じ値が返ってきます。何、まあ、かついてるってことが分かればもう今回は十分で、何かついてるこのスタンアトリビュートってやつにももちろんこういう表があって、先頭から16がタイプ、その後ろ16が長さで、そのまた後ろに、まあ、2の数だけついてくるみたいなのがあるんですっていうことですね。で、このタイプが今回というか、この RFC5789 では11種類定義されてて、なので、ここのこの 0x00 なんちゃらとか、このこれを見て、さっきのタイプを見ればいいと。で、さっきのタイプって何やったっけなって言っていくんですけど、この見ると0020なんです。0020はさっきのこの表でいくと、これですね。なので、XOR マップとアドレスだっていうのが分かる。で、XOR マップとアドレスにはまたこういう表があって、まあ、それに照らしていくと、先頭8ビットは使わなくて、その後ろにこう IP の V4 か V6 かのファミリーがあって、その後ろにポートとアドレスがくっつくと。で、ポートとアドレスがこう XOR で演算されているのが、この XOR マップとアドレスっていうアトリビュートで、XOR がついてない普通のマップアドレスってアドレスもあって、ちょっと待ってください。で、さっきのそれをもう一回こうつけてみていくと、まあ、先頭の8ビットは無視していいんで、これは無視していいと。で、その後ろが01なので、IPv4 です。で、IPv4 で、その後ろのポートを、その16ビットとあるロジックで演算すると、まあ、50.85.85になると。で、後ろの4バイトのこれが、IPv4 のアドレスで、まあ、これもまた4つに区切って演算すると、まあ、こういうアドレスが取れると読めた。で、さっきのレスポンスも最初の表にバカンって当てると、まあ、こんな風になってて、まあ、0101なんであレスポンスですねとか、ここ 0C なんで C は16C に行くと12だったなみたいなことを計算したりとかしていくと、まあ、こういうフォーマットで送られてきたそれが分かるんだなっていうのがみんな読めるようにで、これをじゃあ実装するぞっていう話なんですけれど、まあしましたっていう話ですね。で、一応タイプスペックで全部書いてて、で、538の一部のみって言ってるのは、16個あるって言ったうちの6個だけを実装したからです。で、残りも別にやろうと思えばすぐできるんですけど、ちょっとお気に入りましてます。で、1ヶ月ぐらいかかったんですけど、まあこういうことをするのが初だったので、遠回りしたなという感じで、実際は今からやれば、で、実際に自分で作ったやつをコードに書いてみると、このようになりまして、
重要なのはですね、さっき言ってたバインディングリクエストを作ると。でその時に使うトランザクション ID も一緒に渡してあげて、それをソケットセンド、ソケットって言ってるのは UDP のソケットですね。で、スタンで Google に送りつければ、間違ってなければちゃんと返事してくれます。一応なんかこうスタンのリクエストが変なやつ来たら変なもん送ってくんないやみたいなもん返せって質問には書いてあるんですけど、 Google のサーバー様はそれを無視します。なので、間違ってると何も返事が返ってこなくて何がおかしいんだろうなって自分で行動を見る必要があります。でレスポンスを受け取るところも同じようにかけて、まあ、ソケットメッセージっていうメッセージを受け取った時に一応空っぽの入れ物を作ってそこにロードするみたいなことをすれば、そのレスポンスがちゃんとバインディングレスポンス、リクエストに対してレスポンスを返してくれてて、まあ、トランザクション ID がちゃんとなっててみたいなことをチェックできて、あとは欲しかったそのソワーマップとアドレスアトリビュートを取って中身を見れば自分のあれが分かる。でそれを見てたのがさっきの声で、まあ、これは雑にコンソールにダンプするだけなんですけど、まあ、リクエストメッセージって言ってたやつがこれで、レスポンスで返ってきたのがこれで、ちゃんとこう XOR マップとアドレスをこうパースできて、自分の情報が取れるように実装できます。で、学びです。これもほぼ話の終わりですね。で、JavaScript でプロトコル実装するとか、本当ありえないみたいな、辛いと思われそうだと思うし、自分でも思ってたんですけど、まあ、やってみたら意外にはいけるやんけってなったっていうところですね。まあ、一応フロントエンドを主にやってるエンジニアなので、そういう姿勢は使ってると思います。で主にこう分からなかったとか辛かったのは、そのノードベースにこうバッファーっていうのがあって、さっきみたいなバッファー、まあ、文字列じゃないな、0101とか16進数のあれとかをこう扱う段のクラスがあるんですけど、まあ、こういうことをしなければ普段使うこと絶対にないんで、それの使い方を覚えるのがちょっと大変だったくらいですね。でタイプスクリプトにしたのはまあ正解だったなというところがあって、まあ、こんな簡単な要件でもまあきっちりいきたいなという気持ちがある。でまあ、辛いのは前提知識がすごい多いところで、こうプロトコルの実装をしようとすると、なんかビットがバイトがどうたらっていうのをこうナチュラルに頭の中で変換できないと辛くて、あとは2進数と10進数と16進数も頭の中ですって万端できないと辛くて、まあ、辛いなくて、なんかこういうネットワーク越しでこういうものを送るためには、こう、ビッグエンディアンだの、リトルエンディアンだの、なんかそういう話があって、ネットワークバイトオーダーだ、ホストバイトオーダーだみたいな、こう何売ってるんだみたいな感覚がすごいいっぱい出てくると。でまあ、こういうことを全部してないと仕様方法も読めないし、読めないと書けないので、まあ、いい勉強になったなという感じですね。ビット演算とかを使うと、まあ、もうちょっと楽に書けるところもあるんですけど、まあ、ビット演算ってもう絶対初見殺しで読めたもんじゃないので、それを回避すると上手なコードになります。でもビット単位の処理って頻繁にはないんですけど、なんか先頭にビットが0かどうかみたいなことを見ようと思っても普段直接そういうことできなくて、先頭1バイトをまず読み、その2進数にし、桁を切って、で、文字列として見るみたいなことをしないといけなくて、まあ、これはうまいことやるビット演算もあるんですけど、まあ、どっちを取るかなって感じですね。まあ、ただ、いいところもあって、こうタイプスクリプトって JavaScript に変換できるんで、そうすると、もう Chrome の DevTool が使えます。ノードも引数でインスペクトとかやると、皆さんご存知、Chrome DevTool でコードの実行ができるので、なんかおかしい、レスポンス返ってきてるけど全然うまくパースできないみたいなやつはこうガンって止めると、もうリアルタイムにそれが見れるので、まあ、開発効率っていう意味ではすごいいいです。ただレベル0で見えるのは全部10進数なので、16進数で言うとそれ何でしたっけみたいなことをやらなきゃいけなくて、そこだけ面倒くさい。まあ、一番辛かったのは、RMC の行間の読むのが辛いっていうところで、その100倍辛かったですね。これなぜかというと、RMC って多分1回見てもらったら分かるんですけど、なんか50ページぐらいある、すごい、淡々とした英文のあれなので、なんかいい感じにインクが貼ってあるわけでもなく、後から言いますけどこれは実はみたいな言い回しが結構多くて、それ先に言えやみたいなことを思いながら実装しないといけない。なので読んで理解しないと実装できないのに、実装してみないとそもそも理解ができないみたいな怪現象が起こって、これは相当つらかった。でなんか後から拡張したあいつのために最初こうしといたらよかったやんけみたいなの結構あって、まあ地道にやるしかないですね、これは。ということでまとめるんですけど、スタンは WebRTC を支える、アリスを支える技術です。で、いわゆるネット保養するために必要な道具でした。で、スタンにはメッセージがあって、そのフォーマットが分かれば読めるよという話で、
まあ、種類なりアトリビュートがいろいろついていると。で、JS でもそういうことの実装ができて、Web ツールは便利ですよという話でした。はい、ありがとうございます。あ、こんばんは。C++ から WebRTC のデータチャネルを利用するというふうな内容で伊藤が発表させていただきます。よろしくお願いします。ちなみに C++ とかネイティブ系で WebRTC を使ってるっていう方ってどんくらいいるもんなんですか？あ、よかった、いるいるっすね自己紹介させていただきます。伊藤と言います。普段は SE をやってます。最近は SE をやってます。アーキテクチャとかアルゴリズムとか分散系のシステムをやってます。それは趣味の方ですね。ライフワークで社のをやってます。お金を稼ぐのは SE です。で、Facebook とかやってますけども、多分今日ですね GitHub のコードとかをちょこちょこ引用してるんで GitHub の方見ていただくと分かりやすいと思います。このシートプレゼン自体ももう Twitter の方で流させていただいたので、 URL とかボコボコ飛ばしてるんで、ちょっと自分ちょ急がないと終わらない感じがするんで、少しぶっ飛ばしてやるんで、後からプレゼン資料の方を見ていただければと思います。で、背景動機なんですけども、自分プロセスワークっていう分散実行環境を作っていました。で、作っていたんですけども、分散実行環境を作るときに分散ネットワークのアルゴリズムっていうふうなのを結構やんないといけなかったっていうことにたどり着きまして、今、ウェブブラウザーとネイティブアプリケーションで利用可能な分散アルゴリズムライブラリーっていうのを作っています。WebRTC っていうふうなののデータチャンネルは、これをやるときの足回りですね、に使っています。で、サンプルアプリケーションとして、www.oinari.app っていうふうなのにアクセスすると、こういうふうなアプリケーションを使うことができます。で、近くの人とネットワークを構築して、サーバー介さずにチャットするっていうふうなので、位置情報というか GPS の場所とかですね、読み取りながらチャットができますよっていう風なサンプルです。で、ただこれバグがあって、多分参加人数20人くらいになると CPU とかね、多分むっちゃ使っちゃうんですね。で、ちゃんと直そうと思います。時間ができたらなんですけども。でも今月前半ちょっと忙しいので、後半になってから直すと思います。気をつけてご利用いただければなと思います。で、こいつ、さっきのアプリケーション自体は、この libvein っていう分散アルゴリズム のライブラリを作る時のサンプルアプリケーションとして作ったものです。で、機能として今実装しているのが、2次元のパブサブ、さっきの地図情報とか使ってたりする時のパブサブって多分皆さんの方がご存知だと思うんですけど、メッセージをパコって投げると、誰かがパコって受け取ってくれるみたいな。ところと、あと分散 KVS でキーバリューストア、2次元のハッシュっていうふうなの分散で持っていて、サーバーなくてもどっかでデータポコって入れるとポコって受け取れるよみたいな感じのを作ってます。で、ウェブから使うためにですね、シードとサーバーがある感じですね。なんですけども、データ自体はシードの方には持たせないので、なんかサービス作ってサーバーの負荷があってキーコラ言わなくて済むようなのを目指して頑張ってます。で、安定化を目指していって、ゆくゆくは公開したいと思っています。公開したらあいつがやったみたいな感じのことを思い出していただければと思います。で、今日ですね、いろいろお話をいろいろというか話すことは1個なんですけども、ドキュメントとか参考資料っていうふうな用意してますというか、本家でほとんどこのネイティブのAPI って本家と、あと鈴木哲也さん、しぐれ堂っていうの方なんですかね、が書いてる小説 WebRTC ビルドって、大体今まで多分この2つくらいしかドキュメントっていうか参考になるような日本語の文章ってなかったんですね。 でそういう風なのを参考にしながら、自分こっちの右側の方で WebRTC ネイティブのアプリケーションで動く最小サンプルみたいな形のものと、あとですね、今回、これをの発表する前からちょこちょこ手は入れてたんですけども、 WebRTC の、ライブラリをビルドするっていう手順が本家に公開されていて、それをスクリプトで簡単にできるようにしたいなと思ってやっているんですけども、これをやろうと思うとしたいなじゃなくて、やってる方が死んでしまうっていうふうな感じのやつですね。そういうふうなのがあります。
で、そういうふうなのを見ながらですね、利用する流れっていうふうな本題の方に入っていきたいと思います。で、ネイティブ API 利用するのって結構手間がかかるのとかですね、そのさっきも言ったように資料ってあまりなかったので考えるところからちゃんとやっておかないとですね、途中で踏ん詰まって死んでしまうっていうふうなのがあります。なんで最初検討から始まります。で、じゃあ検討してて、そもそも使うか使わないかみたいなのを検討した後に、じゃあこれどういうふうに自分のプロダクトに組み込もうかっていうアーキテクチャとかプログラム構造を考え、で、じゃあ実際本当に使うぞっていうふうになったら、ライブラリを用意するところから自分たちでやんないといけなくて、ライブラリ用意したらやっとでプログラムを作ることができて、プログラムをコンパイルする方法にもコツがあって、最後に配布するところが一番大変っていうふうな流れになってます。普及活動しに来たんですけど、大体なんか大変だったっていうふうな話しかならないので申し訳ないですけども、皆さんでいっぱい使ってなんかノウハウが溜まってきたらもっと楽になると思うんで、頑張りましょうで、検討事項で、本当に WebRTC のネイティブ API を使う必要があるのかっていうことですね。で、プロダクトに組み込むっていうふうなことを考えるんであれば、WebView とか Electron とかっていうふうなのがあるんで、デスクトップ系のアプリケーションでもこちらで逃げることもできると思います。あと WebRTC じゃなくて、実は WebSocket の方が合っているっていうふうなことも、特にデータだけを渡すんであればあるんで、何でもかんでも WebRTC っていうよりかは、ちゃんと合ったプロダクトをやって、ちゃんとプロジェクトを回した方がいいと思います。自分は。で、あと C++ って多分書く人ってゲームとかの分野が多いと思うんですけども、今って多分 Android とか iOS 向けのゲームとかっていう風なのが多いので、 iOS とか Android 向けの WebRTC のライブラリとか使った方が簡単にできることもあるようです。ただ自分はあまりそっちの方は手を出していないので すいませんけども、ちょっとこれはあくまで聞いたところによるとっていう風な話ですね。さっきから喋っているんですけど、WebRTC のネイティブ API ってドキュメントがすごく少ないんで、というか、その公式っていうか、Google の方で公開されている WebRTC のライブラリのところで API リストみたいなのがあるじゃんと思って、リンク開くと Git に飛んできて、ヘッダーファイルとかが置いてあるところがポロって紹介されて、これ読むのかよみたいな感じになってるんで、読むのかよっていうか、読むんだぞっていう風な心構えで最初から言った方がいいです。であと API とかいつの間にか変更されてます。なんでライブラリにバージョンアップ上がしたっていう風になったら、特に何も告知とかがなくて API のキスとか戻り値の型とかが変わっていてですね、あれいつの間にみたいな感じになります。であとフォルダ構成も変わってますし、ヘッダーのファイル名とかも変わるので、バージョン上げたら大体コンパイルできなくなるんで、そういう風なのにも頑張るぞっていう風な心構えを検討しておいてください。頑張るぞっていう風な心構えを持って、ここにことに当たってください。で、アーキテクチャとかですね、じゃあ実際使うぞっていう風になった時に、アーキテクチャとかプログラム構造っていう風なのを考える必要があります。で、さっきも喋ったんですけども、 API でその戻り値の型とかが結構頻繁ではないんですけども変わるっていう風なことを喋りました。で、その変更が自分たちのプロダクトの他のモジュールに影響しないように、ぜひともラッピングしておいた方がいいなっていう風なのは自分がやってて思いました。で、細かいパラメータとかを自分が作っているプログラム側から渡すと、その変更に影響されるので、基本的に隠蔽をして必要な機能だけを自分のプロダクト側に提供するっていう風な形が望ましいです。多分このあたりはプログラムの設計のセオリーの話なので、あんまり詳しくは述べないです。で、大体のインターフェースとして今リストアップしているように、接続するところとデータを送るところ、ディスコネクトするところと、イベントとしてはステータスが変更されたよ、データもらったよとか、あとエラーがありましたよっていう風なのがあるんで、大体このあたりのところをちゃんと検討しておけば、いきなりハマるっていう風なことは少ないと思います。で、次なんですけども、C++ っていうか、ウェブの JavaScript をずっとやってる方とかだと、マルチスレッドってあんまりやってないと思うんですけども、ネイティブアプリケーションなでね、マルチスレッドっていう風になっています。で、WebRTC のもともとの、ライブラリの方がこのマルチスレッドを前提として構造を作られています。
真ん中のメインスレッドっていうところから始まるんですけども、自分プログラム書いてもう別のスレッドっていう風なのを立てて、ここでピアコネクションファクトリーって多分 WebJS で WebRTC 使ったことある方だと多分もうなんとなくこれだなっていう風なの分かると思うんですけど、これ別スレッドで立てないといけないんです。で 動き始めたら今度このスレッドって何も自分たちできなくなるんですけど、そこでデータ受け取ったとかっていう風なイベントを受け取ります。で、そうすると自分で例えばメインでゲームとかなんかアプリケーションやってると、こっちのスレッドっていう風なキックはするんですけども、データを送ったり受け取ったりっていう風なのはできないんで、イベントがあったらそれをメインのスレッドの方にパスしてあげるっていう風なのを作んないと、そもそもなかなか使うのが難しい感じになるんで、そのあたりを検討しなきゃおかないといけないんです。で、LiveUV っていう風なのがあって、これJavaScript じゃなくて JavaScript か、確か JavaScript とかの JavaScript というか Chromium とかの IO とか高速化するために、遅延評価っていうんですかね、遅延評価じゃなくて IO か、 IO とかを待つ処理っていう風なのを順番を組み替えながらスピードを上げるっていう風なので、この LiveUV っていう風なのが使われていて、この LiveUV っていう風なのを使う と、非同期のプログラムを同期っぽく書くことができるっていうので、別スレッドで起こったイベントをメインスレッドで処理するように技術アーキテクチャを組み替えることができますので、自分はこの LiveUV っていうのをたまに使ってるんですけども、おすすめいたします、可能であれば。で、あとですね、ラッピングですね。自分が作っている LiveWain なんですけども、C のネイティブ版と Web 版っていう風なので、別々のコードを作ると、とても開発スピードが遅くなってしまうので、自分は WebAssembly 使ってるっていう風なのがあります。で、WebAssembly 使った時に、WebAssembly から直接 WebRTC 呼ぶことができないので、結局やっぱりラッパーっていう風な形の、用意して、ネイティブの WebRTC を呼ぶ、ネイティブって言ってるのは CC プラプラとかの方です、ね、あとブラウザーの WebRTC っていうふうなのを呼ぶっていうふうなのの2つをラッピングしてたりします。で、あと WebSocket も同じような形で使ってたりします。で、SAP とか ICE とかの交換っていうふうなのはサーバーとか通さないといけないっていう風な関係上、ここはラッピングするのがなかなか難しいところなので、やっぱり外出ししないといけないっていう風なのがあるんで、そのあたり気をつけながら設計した方がいいと思います。あと再始動処理とかっていう風なのも外側、このライブラリーっていうかラッピングしたところの外からやった方がいいと思います。っていうのはエラー処理ですね、プログラム作っていってサンプルアプリケーションだったらいいんですけども、実際にちゃんとしたアプリケーションを作ろうとするとエラー処理っていう風なのをちゃんと考えないといけないので、エラー処理とか再送処理っていう風なのはメインのロジックからちゃんとコントロールしてあげた方が無難だなっていう風なのは今思っています。で、ライブラリを用意するんですけども、公式のこのウェブページ多分見たことある人多いと思います。で、ここのネイティブコードっていうタブのデベロップメントってあまり多分押さないと思うんですけども、ここに手順が大体載っていて、抜粋するとこんな感じになってます。で、一番最初にデポットツールスっていう風なのをクローンしてるんですけども、なんかこいつがクロミウムをビルドするためのツール意識らしくて、こいつをローカルにクローンします。で、その後に、下のブロックの方なんですけども、ワークディルの方に移動して WebRTC チェックアウトとかってやってるのが、ここからが WebRTC のコードを持ってきて、プログラムをビルドするっていう風な感じの流れになってます。で、普通って言ったらあれなんですけども、Chrome のリリースに合わせて WebRTC のライブラリを大体の人ってコンパイルしたいと思うんじゃないかなと思います。で、自分もそういう感じなので、先ほど紹介したページにこうやるとワーキングでリリースブランチで作業することができるよっていう風に手順が書いているんですけども、衝撃の情報っていうふうなのがあって、
リリースブランチは機能追加のコミットも修正のコミットも全て一緒くたになっていて、追従したところで安全性も安定性も保証されないと思ってますっていうふうに、思ってますっていうふうに書いてあるんですけども、自分もそれ、あ、確かにそうか、それっぽいっていうので、あの、ビルドするタイミングでですね、ソースのベースが違うぞっていうふうなのがあって、っていうふうに書いてるんですけども、大体多分っていうふうになると思います。で、最新安定版が欲しいんだよっていうふうなことで、じゃあどうやったら最新安定版取ってこれるのっていうふうに、なのがここの解説になります。で、まず Chrome のリリースした時のソース のハッシュ値っていうふうなのを取得してこないという話にならないんで、ここで紹介している URL のところから Chrome リリースした時 のハッシュ値っていうのを取ってきてます。で、CSV でも取ってこれるんで、スクリプトでも取ってこれます。で、OS とあとステーブルっていうふうなので引っ張ってこれます。で、そのソースコー のハッシュっていうふうなのを使って、Chromium のソースをまずローカルに持ってきています。で、その中の DEPS っていう風なファイルがあるんで、その中を見ると、WebRTC のこれに依存してるぜっていう風なのが書いてあるんで、そうすると、今度はやっとで WebRTC のソースのハッシュっていう風なのを手に入れることができます。やったねですよ、もうこれで。で、そうしたら、さっきベーシックな手順っていう風なのを示したんですけども、チェックアウトするソースコードのハッシュっていう風なのを指定することができます。で、ビルドをすると晴れて、WebRTC の Chromium と同じバージョンの WebRTC のライブラリっていう風なのがコンパイルできます。できますって言いたいところなんですけども、コンパイルしててもですね、オブジェクトファイルが大量に生成されるだけです。で、サンプルプログラムがリンクしているオブジェクトファイルっていう風なのを集めるっていう風なのが、この次の作業になります。でですね、ちょっとウェブずっとやってる方だと馴染みがないと思うんですけども C のプログラムとか C++ のプログラムっていう風なのはネイティブのオブジェクトファイルっていう風なのをいっぱいリンクして作るよっていう風な感じですコンパ、まあ、普通のコンパイルですね。で、ちょっとこ、右のカラムの一番上に示したところにファイルができるんですよ。できるんですよ。できます。で、その中身を除くとビルドのターゲットとでリンクするオブジェクトファイルっていう風なのがいっぱい書いてます。で、このうちオレンジ色のものはサンプルプログラムメインのプログラムベースなので弾いてしまいます。エグザンプルスっていう風なフォルダに入っているものは弾いて、それ以外のものっていう風なのが純粋に WebRTC のライブラリとして使えるものだろうっていう風な予想をつけて、当たりをつけて、こいつを全部回収してしまうっていう風なのをやります。すごい力技をやります。で、ファイルいっぱいあって、チェックフォルダーだけでなんか数ギガバイトとかあるんで、このオブジェクトファイルだけ集めたいなと思ってコピーすると死んでしまいます。で、これのあたりの、このあたりの解決方法とかはちょっと今説明できないんで、先ほど示した Git にあるビルドスクリプトの方の Python のプログラム書いてるんで、それの方を眺めていただくと答えが載ってます。で、さっきのは Linux バージョンで、この Mac だとさっきのサンプルプログラムってコンパイルされないんですね。なんで、ビルドのターゲットっていう風なのを書いて3つくらいコンパイルしてあげるとさっきと同じように忍者ファイルっていう風なのができます。忍者ファイルっていう風なのが中身がこういう風に分類されてやっぱりオレンジと青色部分に相当する部分っていうのがあります。で、あとですね、ビデオエンコーダーファクトリーっていう風なのがある、組み込みのビデオエンコーダーファクトリーっていう風なのを別々にコンパイルして持ってきて来ないといけないっていう風なのがある、ね、で、これを集めるとオブジェクトファイルっていうのができます。やばい。で、ライブラリーを作るときに多分バイナリ扱うの慣れていないっていう方はこの本があるんで読むと大体なんとかなります。でですね、プログラムを作るっていうふうなお話になっています。折り返し地点なのに時間がもうないっていうふうな感じですよね、きっと。で、プログラムを作成するときに注意しないといけないことは、最小サンプルっていうふうなのを常に手放さずに持っているべきだと思います。ライブラリのバージョンを上げた時とかにコンパイルできなくなったりするのが、自分たちがプログラムをいじったからダメなのか、それともバージョンが上がったからコンパイルできなくなったのかっていうふうな切り分けがそもそもできなくなるんで、最小サンプルっていうふうなのをちゃんと自分たちで持っていた方がいいと思います。で、API の名称とかは、さっきも言ったように、全然ないです。なんで、JavaScript などと似ているので、JavaScript のサンプルプログラムと見比べながら進めることになります。辛いですけど、頑張りましょう。で、ちょこっと、やると、ちょこっとやるとじゃないですね。
JavaScript だと C とか C++ でいうところのコールバックっていう風なのが結構簡単に作れるんですけども、 C++ で最近やってる C++X11 だけかなっていう風なので、コールバック関数っていう風なのを登録する形ではなくて、iOS のアプリケーションとかであるデリゲートとかっていう風なインターフェースっていう風なのに近い形でイベントっていう風なのを登録します。でピアコネクションをやるときのイベントっていう風なの、ピアコネクションオブザーバーっていう風なクラスを作って、イベントを受信することができます。これ先ほど参考紹介した GitHub のサンプルプログラムの方にちゃんとこれの実装とか書いてあります。大事なところはデータチャンネルが有効にあったよっていうところと ISO を取得できたよっていう風なところがあるんで、このイベントだけ外さなければ他からでも確か大丈夫だったと。で、あとデータチャンネルオブザーバーはデータが到着したよとか状態変化したよっていう風なイベントを受信するためにあります。これも結構重要です。で、セッションディスクリプションオブザーバーっていう風なのがあって、この さっき冒頭説明した2つとこの2つのクラスをちゃんと自分で実装してインターフェースを実装すると、初めてイベントっていう風なのが全部コントロールできるようになります。で、次に重要なのが別スレッドを立てるっていう風なことですね。別スレッドを立てるときに RTC のランダブルっていう風な、クラスを継承したカスタムランダブルクラスっていう風なのを自分で作る必要があります。で、中でやることは基本的に同じなんですけど、ピアコネクションファクトリーを作ります。で、ピアコネクションファクトリーを作って、その後にサブスレッドランっていう風なのを一番最後の方なんですけども、回してあげると処理を走らせることができます。で、初期化の一部になりますけども、ちょっと時間がないのでこの辺り省略させてください。すいません。で、メッセージが送信できます。ハローっていう風に送れます。すいません、本当に。で、メッセージの受信の方はデータチャンネルオブザーバーのところにオンメッセージっていう風な関数があるんで、このイベン関数が呼ばれたらデータ来たんだなっていう風な形でデータ抜き出すことができます。で、ちゃんと終了処理もやりましょう。で、終了処理やるときは先にスレッド閉じたいところなんですけども、クローズっていう風なイベントを送ってからじゃないと、スレッドが動いてる状態じゃないとこのクローズ処理が返ってきません。なんで、このクローズをやった後にスレッドを潰してやるっていう風な順番を守ってやりましょう。で、プログラムをコンパイルします。で、コンパイルオプションとかっていう風なのはいろいろあるんですけども、注意しないといけないのは、今だとコンパイラーが GCC とクラムが有名なところあるんですけども、クラムの方を使うようにしてください。 LibCCLibC++ とのリンクが要求されます。で、あと次に重要なのがですね、 C++ の RTTI っていうような機能はですね、基本的に有効になっていないので、コンパイルするときオプションで外しておいてください。ラッパークラスっていうふうなのを作るところの意味として、このタイプインフォっていうふうなのを生成されないようにするっていうふうなのがあります。他のところで RTTI 使って、ラッパークラスだけで RTTI を無効にしておけば影響範囲が少なくできるので、この方は有効でした。で、あとビルドオプション、じゃあ全体っていう風なのは、サンプルプログラムコンパイルするときの、ビルドオプションを見るといいと思うので、下のある方法でビルドオプション全部見ることができます。参考になるはずです。で、プログラムコンパイルするときにですね、注意しないといけないこととして、Chromium 自体が大量なサードパーティーのライブラリーっていう風なのをインクルードして作られています。で、中でもちょっと怖いのがですね、 OpenSSL、サーバーとの通信で OpenSSL を使うプロジェクトって結構あると思うんですけども、Chromium WebRTC のライブラリ自体が BoolingSSL を使っていて、 API の名前が被っているのに中身が違うというふうな状態になっています。なので、ここをちゃんと考慮しないでリンクしてしまうと、何で壊れているのかよく分かんないけども、何かすると壊れるというふうな不思議なプログラムができます。で、他にも多分サードパーティーのパスとかっていう風なのは見といた方がいいです。依存ライブラリーとかのバージョンが違ったりして、自分たちが意図しない動きをすることがあるので、ここは注意が必要です。で、配布についてなんですけども、 WebRTC のライブラリー自体は修正 BSD ライセンスなんですけども、サードパーティーフォルダにあるプログラム自体が全部こういう風になっているとは限らないので、製品に組み込むときは多分注意が必要なはずです。で、はい、まとめです。で、 WebRTC を C++ で利用する環境っていう風なのはちょっと山あり谷ありで発展途上だとは思います、実際のところで。容易で確実な手順っていう風なのはまだ確立していないので、利用する場合は継続して調べながら頑張るぞっていう風な根性を据えてやる必要があります。で、とりあえず動く状態にはできているんですけども、なかなかコストが高いです。長時間準備が必要ですし、コンパイルとかのノウハウも非常に必要になります。
で、自分でまともなビルドスクリプトを作ろうとすると、まだ詳細な解析とか枝切りとかが必要だと思います。ちなみに自分がコンパイルして配布しようとするファイルは100メガバイトくらいです。でただコンパイルするのに必要な空きハードディスク容量は20ギガなので、なんだっけ、サークル CI とかそういうところでビルドしようとするとちょっと容量と時間的に切られるんで気をつけてやった方がいいですね。以上です。終わります。次はとのこさんです。よろしくお願いします。はい、タイトルなんて投稿したか忘れちゃったんですごい適当に東京電力からパクりました。で、とのこと言います。かなり久々の参加ですね。通信屋でサラクサラリーマンです。シグレドではないです。で、実はさっき手挙げなかったんですけど、デベロッパーじゃなくてそれ以外の方になっちゃいました。なんで、やってることは企画とか予算取得とか倫理とか発注とか法務審査とか整備とかです。で、趣味はプログラムを書くことなんですけども、大体 WebRTC 書いてますね。で、テーマがなんと被っちゃったんですけども、ブラウザ以外での WebRTC クライアントというテーマで、入っていきます。で、ブラウザ以外での WebRTC クライアントなんですけど、WebRTC 自体プロトコルなんで、準拠すればブラウザ以外でも利用可能なんですね。なんで、NAT 越えとか暗号化が標準で内蔵されていて、P2P ができて、かつ、ブラウザが対応している範囲であれば、ブラウザで送受信可能というので、まあ、WebRTC をブラウザ以外で動かしたいという需要は一定数あるんですね。まあ、なんたって、自分で今までやってた部分を全部 WebRTC の強力なライブラリに丸投げできるので、非常に強いと。で、ネイティブ WebRTC、WebRTC ネイティブクライアントっていうのが、存在します。これ、何かっていうと、まあ、WebRTC をブラウザ以外のクライアントで動かす場合に最もよく使われてるんですけれども、LibWebRTC とも言われていて、まあ、Google が主に開発している WebRTC クライアントはほぼ Chrome の Chrome の中身ですっていう話はもうされてしまったので飛ばしていいかなと思います。まあ、ほぼ C++ ですって。だから Apple 対応の部分は Objective-C で Android のところだけじゃダメです。で、特徴なんですけれども、マルチプラットフォームに対応してます。Windows、MacOS、Linux、iOS、Android に対応していて、X86 と ARM も喋れますという、まあ、かなり強力なライブラリです。で、プロトコルからも、ネットワークレイヤーからエンコーダー、デコーダー、デバイスハンドリング、ハンドリングまで全部入ってます。これ、ちょっと細かい話は取りします。で、なので、すべて網羅しているからこそよく使われていて、まあ、各社、皆さんなんか、WebRTC のライブラリとか SDK 使われている場合には、大体中に入っているのはこいつです。で、WebRTC Skyway Gateway も多分こいつが入ってます。で、僕自身、ネイティブばっかりやってるんで、実際に作ってみたものっていうので、ここから先ほとんど宣伝だと思ってください。iOS Android クライアント当たり前なんで置いときます。古いんですけども、Swift で WebRTC Distro Hands-on っていうのはすごい1年以上前にやったんで、もう古いんですけれども、WebRTC のビルドから入って、ちゃんとリリースするところまで、アプリにするところまで書いたものがあるので、参考にしてくれればと思います。で、WebRTC NAC で作ったものを C++ なんですけど、これ僕ほぼ自分の C++ 力成長の歴史みたいになっちゃいました。なので、まあ、Google さんの C++ のコードで C++ 勉強したと思えばいいかぐらいの感覚です。一番最初に作ったのは WebRTC ネイティブクライアント MOMO っていうものですね。ラズベリーパイで僕 WebRTC クライアントでした。昔バイナリー出てたんですけど、今非公開です。主な機能は HTTP サーバー内蔵で、映像音声をブラウザに P2P 送受信できて、シグナリングは内蔵の HTTP サーバーでできて、シグレドさんの SAQU のクライアントが内蔵されているからすぐ配信できるというアプリでした。で、そのものの特徴なんですけど、ラズベリーパイ0で動きます。で、ラズベリーパイ1以下っていうのは ARMv6 なんで、普通に LibWebRTC、ARM 向けにビルドしても実は動かないんですね。まあ、ただ、パッチを当てると動くっていうので、シグレドさんのページでなぜかそのパッチが公開されているので、それを利用すると皆さんなんか ARMv6 で動かすことができると。これ多分世界中でも公開されてるの珍しいなと思います。で、ラズベリーパイのハードウェアエンコーダーが使えることです。まあこれも公開されてるので適当にやってください。で、実は専用カメラ HDMI 映像を送ることができる。まあ公開されてないのに実はとは何だみたいな話なんですけど。で、あと実は MPEG-2TS で録画できる。なんで HDS で実はファイルを送れるんですね。まあそんなことは誰も使ってないんですけども。で、実はカメラの絞りやフォーカスの制御もできる。皆さんは割とご存知ないんですけど、USB カメラって、UVC って言って比較されてるんで、それで、カメラによっては C920 とかロジクールのとかだと、絞りとかフォーカスの制御できちゃうんですね。なんで、それもできます。まあ、使いたい方はご相談いただければ、新モモに移植されるかもしれませんね。
で、パイ RC コンダクターっていうのも作りました。これ、いい加減もったいないんで公開しようかなと思って頑張ってるんですけど、WebRTCNAC での Python のラッパーです。セットアップパイ対応なので、Python バージョン変わってても大丈夫なんですけども、フレームの OpenCV 互換という特徴があります。これ、フレームのセンダーとレシーバー兼ねてるんですね。受信したフレームを OpenCV に加えて、モノクロに変えて、センダーでメディアチャンネルで送り返してブラウザ表示するとかできるので、結構便利な、ライブラリーです。某社社内で、TensorFlow でやってるやつが AWS のサーバーから結果を見れないっていうので要望されたので適当に作りました。で、 TensorFlow で食べらせることもできます。データチャンネルも対応してます。これはでも面白みはないので詳しく。で、某社社内向けなんですけども、これいつかどこかで話せたら話します。会社のネットワークって大変ですねって思います。会社のネットワーク大変ですねって言って多分笑うのって、NTT コモのスカイウェイさんくらいだと思うんですけども、会社のネットワーク超大変です。で、リビューアブル C は会社のネットワークを超える機能が実は内蔵されてないんで自分で書かないといけないんですね。あ、つらいつらいって話です。で、しぐれどうももです。これ、WebRTC ネイティブクライアントモモってちゃんと書かないといけないんですけども、僕の中ではしぐれどうさんのモモなのでしぐれどうももって書いてます。しぐれどう社の WebRTC クライアントモモです。GitHub で公開されてます。主な機能は HTTP サーバー内蔵で、映像音声をブラウザに P2P をねねねみたいなところは前のモモと一緒です。で、出が配信できることも前のモモと同じなんですけども、シグナリングが、内蔵の WebSocket サーバーになってます。HTTP サーバーからここは進化したポイントですね。で、特徴なんですけど、都の各も不報酬です。僕企業に所属してる人間で報酬受け取れないので、無報酬が業務時間外の内容書いた代用世代が別になってます。ウェブシークライアントでなんか僕4回ぐらい書いてるんですよね。なんで代用世代になってます。OSS です。APL2.0 で、HTTP とか WebSocket のところはブースト何でしたっけ、ブーストなんとか。なんか猫科の動物だったんですけど、ブーストベースです。で、メルポンさんっていう、ちょっとこんなこと言ったりするけど、知れた方によって、お手軽ビルドツールが提供されてます。なんで、LibWebRTC が、Docker でコマンド叩くだけでビルドされるようになっています。で、Docker ファイルと Make ファイルになってるんで、なんと、LibWebRTC を MacOS と Linux と、あとは ARM デバイス向け、ARM V6 向けにビルドするツールが Docker ファイルになってるってことは、その中では皆さん適当にやっても LibWebRTC ビルドできるんですね。で、僕は成長の歴史状態の C++ のコードなんですけども、そのメルポンさんという人が全部ソースコード監修してくれたんで、すごい綺麗なコードになってます。実は言うと、そのブーストで書かれた HTTP と Web サーバーの部分、僕、実は自分の実力だと読めませんでした。で、クロスプラットフォームです。Linux の x86 と ARM と MacOS に対応してます。で、需要があれば Windows に対応するんじゃないかなと思うんですけど、対応してほしい人はボランタスっていう人に、まあ、適当にメンションつけて、Windows 版もくれって言うと、出てくるかもしれないです。で、ロスに対応します。ロスってなんだっていう話なんですけど、ロボット OS っていう OS、ロボット OS って OS じゃないんですけど、まあ、ロボットによく使われてるオープンソースらしくって、カスタムビデオソースで、ロスのビデオトラックを、シグレドモモ食べることができます。そしてそれをメディアチャンネルで載せてブラウザに送るっていう機能がついてます。で、そのうちこれをオーディオにも対応する予定です。僕今夜な夜な書いてるのでそのうち対応します。で、MacOS とラズベリーパイのハードウェアエンコーダーにも対応しています。まあ、シグレドモモのいいところは一つでシグレドさんがメンテしてくれることです。これかなり重要なんです実は。WebRTC のバージョン追従つらいんですね。僕なんで初代のモモやめたかっていうと、バージョン追従つらかったからです。シグレドさんが前のめりにメンテしてくれるだけでだいぶ楽なんですね。で、かつ、ソラを買うとシグレドさんがサポートしてくれるんですね。Chrome のバージョンアップに、怯えずに寝られるっていうのはすごい重要なことなんですね。JavaScript を書いてても Chrome のバージョンアップには怯えて寝ないといけないんですよね。最近もなんかスクリーンシェアリングとか、まあ、ユニファイルプランとかで、夜な夜な叩き起こされて、おい、前のシステム使えねえぞって言われた人いるかもしれないですけども、それに怯えずに寝られるっていうのはすごい重要なことです。で、あとはシグレードさんに頼む機能拡張もしてくれるのは OSS にすることが条件だったはずです。で、まあ、適当に言ってるんですけど、WebRTC の OSS なんていうのは、正直言ってサポートついてないと怖くて使えないんです。それでリリースしたのはいいけれども、Chrome のバージョンがある日アップデートした瞬間に、それが使えなくなっちゃったってなってると大変なんですね。で、そこで API の先ほど述べた、おっしゃってくれたように API の仕様とか変わってるんで、即座に自分で対応しようとしても対応できないんですね。なんで、早めのブランチで早めに対応されている、バイナリーが先に先行で存在しているっていうのはすごい重要な話です。しかもそれが、シグレドさん、SFU、WebRTC の SFU を作っていて、プロトコルもよく知っているところが作ってくれているっていうのはすごい重要です。
これ OSS なんですよ。結構皆さんこれがあれば割と楽だったのにと思いますね。あ、で、モモ使うとこんなことできますよっていう一例ですね。ロボット OS なんで、まあロボット OS 経由でじゃあモーター回したり USB カメラでロボットに積んで、ブラウザーから操作してみようかみたいなのを作ったんですけども、まあこれもどうでもいいんだと思います。で、WebRTC の NAC のカスタムについて、ちょこちょこっと話そうと思います。まだあと10分くらいあるので、まあ、これ広告だったので、広告にお付き合いいただきありがとうございました。というところで、あとは、ウェブでお腹いっぱいの方って、ここから先は多分寝てても大丈夫です。多分、そんなところ、お前俺触らねえよみたいな内容しか叫びません。まず、WebRTC のネイティブクライアントのサンプルプログラムなんですけど、実は、結構 NACL のレポジトリに埋まってるんですね。マスターのエクザンプルその下に、Android、Apple 系と、C++、あと Unity のプラグインも入ってるんです。これ触ってる人って確かにいたりしますか？あ、触ってる人いるんですね。ぜひ触った成果をどこかのタイミングで見せていただくと嬉しいです。で、シグレードモモもどうぞご利用ください。って書いてあります。オープンソースなんで、まあ結構いろいろやってるのでぜひご利用いただければと思います。ただちょっと最近結構劇的に変わってる側面もあって、C プラプラのピアコネクション配下とかは、構造が結構変わっていたのでモモを追従しないといけないなと思って見ています。ユニファイルプランの影響かなと思って見ています。で、WebRTC ネイティブクライアントの中なんですけれども、先ほども言った通り必要な要素を漏らしてるんですね。これ WebRTC オルグからパクってきたことなんですけど、コーデックは入ってるわ、ジッタバッハは入ってるわ、マルチプレクシングも入ってるし、P2P も入ってるし、イメージのエンハンスメントも入ってるし、エコキャンも入ってるわ、ノイキャンも入ってるし、オーディオキャプチャーレーダー、ビデオキャプチャー、ネットワーク用も全部入ってると。で、点線のブロックのところ入ってないんじゃないのと思うんですけど、オーバーライダブルって書いてある通りで入ってるんですね。なんで、Mac も Windows も Android も iOS も Linux も一番めんどくさいクロスプラットフォームで対応しないといけない、OS 依存のある部分って全部入ってるんです。しかもこれオーバーライダブルなんです。カスタムできるんですね。で、じゃあカスタムってどっからすんのっていうと、クリエイトピアコネクションファクトリーっていう API からカスタムできます。WebRTC のネイティブクライアント触っててもうカスタムすごい辛いですし、まあそれを直接いじって触るっていうと、先ほど言った通りビルドしようとするとリブ WebRTC だけで10ギガぐらい食っちゃうので、どこ触ればいいか分かんないってなっちゃうんですけども、実はリブ WebRTC 自体は普通にビルドしちゃえばいいんです。で、普通にビルドしちゃって自分で作るアプリでそれインポートするときに、クリエイトピアコネクションファクトリーからこういう関数書くときにオーバーライドかけてあげればいいんですね。で、まあよく見ると大体揃ってます。ここにオーディオデバイス、オーディオエンコーダー、オーディオデコーダー、ビデオエンコーダー、ビデオデコーダー、オーディオミキサーで、ビデオプロセッシングですね。で、大体全部揃っていて、で、参考までにあくまでにじゃあシグレドモモどうなってるのって言ってみると、マネージャー CPP にそれが入ってるんですけども、ピアコネクションファクトリーなんかこれマクロだらけになってるんですけども、一番上は OS でオーディオデバイスの出し分けしてます。これインアウトがまとまってるんで、これカスタムするの超大変です。ロスのオーディオ対応をするときにこれのカスタム書くので、もしも、やらないといけなくなったかわいそうな人はどうぞ参考にしていただければと思います。これちなみに、Linux、Apple の時と Linux 乗ってる出し分けていて、Linux の時に α 読んでるのは、これ、ライブラリのインストールがぬるいラズベリーパイでもちゃんと動くようにするためですね。これもう一つ、α の上のラッパーライブラリあるんですけども、そっち使ってると、OS の環境インストールが甘いとクラッシュして止まっちゃうので、α を指定しています。で、その下にはデフォルトのエンコーダー、デコーダーの宣言があって、で、その下に Apple のマクロの下に、OSX 向けのビデオハードウェアエンコーダー、デコーダーが書いてます。あります。これ書いておくと、OSX でハードウェアのエンコーダー、デコーダーが動いて、1.264 とかだと CPU 処理が、75% ぐらい削減されるのかなと思います。で、ラズベリーパイ向けのビデオのハードウェアエンコーダーも、その下に宣言してますね。これラズベリーパイの時だけ有効にします。これを使うと CPU 処理率が、どれぐらい下がったかな、かなり劇的に下がります。ラズベリーパイ0でも動くぐらいに劇的に下がります。で、その下にデフォルトのビデオエンコーダーデコーダーが書いてあって、まあ、最後、ヌル渡してるのは、これ内部的にヌル渡しとけばデフォルトで作ってくれるやつは、まあ、NACL 様とよろしくって投げちゃいます。で、まあ、
じゃあそれで大体網羅したじゃんと思うんですけど、ビデオキャプチャーだけなかったんですね。ビデオキャプチャーなんですけれども、ビデオキャプチャー作るの実はすごい簡単で、とりあえずクリエイトビデオキャプチャーがクリケットビデオキャプチャーを継承したクラスを作ってあげて、でまあその中でフレーム整形してオンフレームに突っ込んだら、それでそれはフレームとしてメディアチャンネルに送られちゃうんですね。なんで、実は何も考えずに、整形してオンフレームに突っ込むだけです。ARGB だとダメなので、YUV420 とかで、適当に、ウェブアーチの中にサードパーティーで LibYUV 入ってるので、LibYUV で適当にフレームの、フォーマットパターンを変更して、オンフレームに突っ込めば、映像として出ていきます。で、これ、クラス作った後どうやって渡すのって思うんですけども、ファクトリーのビデオ、クリエイトビデオソースにインスタンスポンって渡してあげると、まあ見慣れたビデオトラックソースインターフェースっていうのが出てくるんで、これビデオトラックにポッて取り込めばそこからフレーム出てくるんですね。なんで、超簡単です。で、これ別に、すいません、全然いじめじゃないです。単純に、僕も詰まったことで、もう第一世代にハマったことをなんと先の発表者の方が実践してくれてたので、これちょっと指摘しないとかわいそうかなというので指摘します。ウェブアルチオルドのネイティブの、ネイティブ API ですね、スウェーディングモデルっていうところがありまして、まあ、赤線部分があるんです。これ、よくよく見ると、ストリーム API よりピアコネクション API の呼び出しはシグナリングスレッドにプロキシされます。つまりアプリケーションはこれを、どのスレッドからでもこれらの API を呼び出すことができます。これ、この一文すごい重要なんですね。で、この一文があるってことは、ある書き方をすると、API を呼ぶときにわざわざスレッド分けて作らなくてもいいんですね。で、そのためのインターフェースっていうのは実は先にあったんですね。上の方にこれ見えますか？ネットワークスレッド、ワーカースレッド、シグナリングスレッドってスレッド渡すところあるんですね。ここ大体、何も考えずにやるとヌル渡しちゃって内部生成に頼っちゃうんですけど、そうすると、適当に API 呼ぶとクラッシュしちゃいます。ただ、ちゃんと RTC スレッドクリエイト with スケットサーバーとか、まあ、RTC スレッドクリエイトですね。なんで、これでスレッド作ってあげて、ちゃんとそれぞれにスレッドをポッポッポって渡してあげると、まあ、あとは適当に API ボコスか叩いても動きます。なので、僕も最初は、クリエイトウェブアルチファクトリーするスレッドを分けてやったので、それをプロキシしてあげないといけなくて大変だったんですけども、実はプロキシは内蔵されているので、こういうふうに宣言すると API は適当にボコスか叩いても大丈夫なので、安定して、ウェブアルティシライブラリを動かすことができるということで、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。それではですね、ですね、最後クロージングをちょっとさせていただきます。はい、最初のスライドに少しくっついてました。まあ、大したスライドではないんですけど、まあ、一応20回この WebRTC ミートアップをやってきたので、ちょっと振り返ってみたっていう、そういうお話です。一番最初に共有した資料の一番最後についてでですね、この20回 WebRTC ミートアップ、まあ、東京で20回なんで、大阪とか福岡合わせるともうちょっとですけど、一応セッションとか LT の数がですね、今回を含めて全部で121回、まあ、1セッション1、まあ、合わせてですね、喋っていただいて、登壇者数が今日もう合わせて63名、登壇していただきました。で、まあ、おかげさまでアテンドの登録メンバーも895名ぐらいになっていてですね、盛況ですと。あと今日YouTube ライブ配信をしましたけど、YouTube チャンネルも登録数195回、あとアーカイブのですね、一応東京の分は全アーカイブあるんですけど、まあ、総再生回数で6458回と、まあ、今日の昼間ぐらいが、このくらい、見られていましたということで、ご覧いただいた方もこの中にいるかもしれないですけど、ありがとうございます。あとですね、独断と偏見でこうセッションの傾向を分類していました。今日、すみません、ミートアップに来て、なんか JavaScript で WebRTC 使う話が聞けるんじゃねえとかっていうふうに考えてきた方、どのくらいいらっしゃいます？その方にはちょっと、えみたいな感じで思われたかもしれないですけど、このミートアップ、まあ、回を追うたびに割とハードな、内容になってきてます。というのがですね、これが勝手にそのセッションを私がこう分類したんですよね。API とかクライアント系の技術の話、あとサーバー系の WebRTC 使って技術の話、あと、まあ、実際 WebRTC 使ってサービスをやってるその中身とか仕組みの紹介をする話、であと業界の最新動向とかの話、であとハードウェア、IoT とかで
ウェブアーティシス使ってますっていう話で、まあプロトコルスタック系の話が、まあ今日はこの辺の話が多かったんですかね。で、ブラウザーの実装の話、標準化っていう形でこう、だいたい増えになってます。で、まあ、なので最初はですね、ここ、あ、消えちゃったかな、ハンズオンとか、実は初回の方やってたんですよね、JS のハンズオンとか。ただ、まあ、WebRTC が普及してくるにつれて、まあ、皆さん、JS で簡単に WebRTC でアプリ作れるようになってくるとなると、やっぱり皆さんのニーズとか、やりたいことも変わってきて、だんだんこう、コアな方に、割とシフトしていって、まあ、今日のようなセッションが、常に行われるようなミートアップになってます。っていうお話です。で、一応これからもですね、このミートアップ続けていきます。で、一応2ヶ月に1回ぐらいのペースでやってますので、次が、まあ、4月頃に開催できればいいかなと思います。まあ、登壇者が集まらなければ、開催できないので、発表者は募集してます。で、別に今日みたいにハードボイルドな内容を喋らなくても大丈夫なんですけど、こちらのフォーム、Google フォームがあるので、そこから、ご連絡、喋りたいという話をしていただければいいと思います。アテンドが公開されてない時はですね、あんまりちょっとフォームの中身見てないんですけど、一応登録しといていただくと、次の、イベントをする際には、こちらから声かけさせていただくので、何か発表するネタがある方は、ぜひ、登録をお願いします。で、大阪の方もですね、もし発表されたい方がいれば、登録お願いします。で、こうやって東京と大阪つないで、セッションするとかっていったことも可能なので、両方で発表したいとかっていう方も、ぜひ、登録をしてください。はい。ということで、私のクロージングはこれで最後になります。ということで、まあ、今20分なんですけど、最後にまあなんか会場から今日の登壇者の内容すべてでいいんですけど、なんかご質問とか聞きたいこととかあったらもうちょっといけるかなと思うんですけど、なんかないですか？大丈夫ですかね。はい。じゃあ WebRTC ミートアップの、東京の20回目と大阪の3回目これで終わりたいと思います。本日ご参加いただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。